1877年に不満を持つ士族が起こした反乱、西南戦争。西南戦争の主導者は西郷隆盛。この事件をきっかけに武力から言論で世を変えようと盛んになった運動、自由民権運動。1874年に国会開設を求めて提出されたのは民選議員設立の憲白書。自由民権運動の主導者は板垣退助。1880年に結成された全国組織国会規制同盟。1881年に板垣退助が作った政党、自由党。1882年に大隈重信が作った政党、立憲改進党。1885年に太政官制に代わって作られた制度、内閣制度。初代内閣総理大臣伊藤博文。1889年に公布された法律、大日本帝国憲法。大日本帝国憲法における主権は誰？天皇。1894年に朝鮮で起こった農民の暴動、庚午農民戦争。この事件がきっかけで起きた日本と清の戦争、日清戦争。翌年結ばれた講和条約、下関条約。下関条約で日本が清から譲り受けた半島、遼東半島。その後他国から受けた遼東半島の返還勧告、三国干渉。三国干渉を行った国を3つ、ロシア、フランス、ドイツ。1902年に日本がイギリスと結んだ同盟、日英同盟。1904年に日本とロシアで起こった戦争、日露戦争。日露戦争に出兵した弟を思って詩を書いた人、与謝野晶子。1905年に結ばれた講和条約、ポーツマス条約。日本がロシアから譲り受けた北緯50度以南の土地、カラフト。日本が賠償金を得られないことで起こった暴動、日比谷焼き打ち事件。1905年に日本が韓国の外交権を奪って設置した機関、東韓府。1910年に韓国を支配下に置いた政策、韓国併合。韓国併合に伴って設置された機関、朝鮮総督府。1911年に軍の反乱から始まり清を倒した革命、辛亥革命。三民主義を唱えた革命の指導者、孫文。翌年建国された国は中華民国。乱れ髪を書いた詩人、与謝野晶子。小説神髄を書いた作家、坪内逍遥。竹比べを書いた作家、樋口一葉。一役の砂を書いた作家、
石川啄木、舞姫を描いた作家森鴎外、我が輩は猫であるを描いた作家夏目漱石、無我を描いた日本画家横山大観、湖畔を描いた西洋画家黒田清輝、老猿を作った彫刻家高村光雲、破傷風の治療法を発見した細菌学者北里柴三郎、黄熱病の研究をした細菌学者野口英世、多くの事業に進出した資本家一族の集まり財閥、労働環境の改善を求めて行われた運動労働争議、1911年に制定された労働者を守る法律工場法、1880年代に日本で起きた生産技術向上による経済や社会の変化産業革命、